今回はですね、全身を効果的に鍛えることができるフロッグプランクを紹介します。通常プランクってこうやってやると思うんですけど、今回はこうやってやります。このプランクのいいところがですね、二の腕が鍛えられて、プランクよりもお腹に効いて、股関節を開く運動をするので、反り腰が解消されて、足のラインが良くなる、むくみ改善や下半身太り解消になる、姿勢が良くなるので下腹がへこんできます。ただデメリットもあってですね、少し手首が痛くなることがある、ちょっと難しい動きもある、膝が少し痛くなることがあるので、柔らかいところの上でやってください。少しずつステップアップしていきますので、見ながらゆっくりでいいので一緒にやってみましょう。今回は1種目5回です。運動中は意外と息が止まりやすいので、今回5回一緒に数えてやってみましょう。気持ちが少し楽になってやりやすくなります。それでは四つん這いでスマホ目の前を置いてください。膝をですね、少し広めにしましょう。この状態でまずは腰を丸めます。そしたら足をパンパンと引っ付けます。これを5回いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。今度は腰を反らせて5回。1、2、3、4、5。 OK、 しっかり股関節の運動ができてます。次にですね、腰を反らせた状態で体を回してください。股関節に体重を乗せるとしっかり股関節回しができます。5周、右回りです。スタート。1、2、3、4、5。今度は反対回りです。1、2、3、4、5。 OK、 今度は腰を丸めて同じように右回りです。スタート。1、ちょっと難しくなりますよ。2、3、4、5。左回り。1、2。その調子。ちょっと腰丸めるの難しいけど分かってくるからね。4、5。 OK、どんどん行ってみよう。腰を反った状態で前後に動きましょう。5回。1、2、3、4、5。腰を丸めて同じ動き。1、2、3、4、5。 OK、 その調子。腰を丸めた状態で交互に膝を持ち上げます。5回、頑張って。1、2、3、4、5。腰を反らせて一緒、5回。1、結構むずいよね。3、4、5。 OK、 それではメインメニュー、フロッグプランクです。ソルトを丸めるの中間ぐらいの腰の位置にしたら、足を持ち上げて、反対も持ち上げて、持ち上げた時は息を吐きます。5秒ぐらいキープしたら反対足。5回、これラスト、いくよ。あと1、2、3、4、5。 1、2、3、4、5。 2、2、3、4、5。 2、2、3、4、5。 3、2、3、4、5。 3、2、3、4、5。 4、2、3、4、5。 4、2、3、4、5。 ラスト、5、
1、2、3、4、5、5、2、3、4、5、OK。 最後、手首と肩が少しだるいと思うからちょっとクールダウンしましょう。手首をくるくるゆっくりね、左右に回したり軽く振ってみてください。これクールダウンしないとね、手首を痛める可能性もあるからちょっと動かしてみて。はい、じゃあ今度は肩を回しましょう。交互に後ろにゆっくり回して、力入れるとだるくなっちゃうからゆっくりね。よっしゃ、 OK。 じゃあ今度広げるばっかりしたから後ろに手をついて内側にゆっくりね倒してみて。ゆっくり、無理に広げたからね今日ね。だからちょっと痛くなる可能性があるんで反対方向にも動かすことが大事。よっしゃ、 OK です。今回のメニューはね、体型変えるためにおすすめな筋肉を使って伸ばしてっていうことが含まれてます。1日1回を目安にやってみて、頑張ってやる人はコメント欄で頑張って続けてみるよって教えて。ちょっと待って、現在期間限定で説明欄から LINE 公式を追加すると悩み別動画20本、筋トレ習慣マスター講座13カリキュラム、反り腰解消美脚講座18カリキュラム、2ヶ月でマイナス8キロ痩せた方法、運動の原理原則の教科書、部位別1週間プログラム、この全てをプレゼントしています。説明欄のリンクをチェック。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。